絢爛にするか凝りまくるんだけど、非常にわびさびのあるでチャミのするあの茶味っていうかな、お茶の香りのする何か良い温泉でしたよね。竜地州っぽいな。なるほど。何がご隠居ですか。ええ、ご隠居私もご隠居、ね、ご隠居となんか言われてます ね。あと5年ぐらいしたら行ってください、自分で稼いでじゃあ私が御前様になればいいんですか。なればいいですね。先生術会のねとりあえずまあここはこの度数はいいかな。じゃあ行くんですか。いいですかね。うん、もう理解できました。はい、次が23番かな。23度、うん、これちょっとなんかもう少しボリュームが出てくるんじゃないですか。あれ、そうですね、あ、ここは出ないですね。こうかよいしょ。次がですね、23だと今度は氷堤ってあるんですけれども、はい、これはどんな感じなんでしょうか。はい、氷堤、個人の価値の証明と、うん、サビアンシンボル自体が非常にシンプルな、うん、紫文というよりも極ですね、はい、宝石店、あ、ジュエリーショップというものですが、うんうん、キーノートとして、うん、天性の素晴らしさの社会的な確認と、うん、どういう度数かといいますと、その、うん、ね、今までの流れ、うん、21度、特に21度から言えば、うん、その、伝統的なものから何か学ぼうという、ね、うん、その文化的な貢献という、うん、追証ということでしたけれども、はい、それを受けて、ね、今度は直前の22度では、うん、あ、そういうの抜きにして全然、うん、あの自然のものから感じ取ろうという、うん、まあ、そういう典型を得るというのね。そうそう、うん、で23に来るっていうところ で、うん、で今度23になるとどんな感じになるかっつったら、うん、今度は自分が持っているもの、うん、才能であるとか能力であるとか、はいはい、天性か、天性のそういう素質ですね、うん、それをこう錬磨して磨き上げて、うん、それを人に訴えかけると、うん、あ、価値を創出するって感じですか。価値を創出する、ね、価値を創出というよりも、うん、証明か、え、価値は持ってるんですよね、天性、うんうん、ね、のものとして持ってるので、うん、それに磨きをかけて、うんうんうん、それを訴える、うん、だから価値を証明するということですよね。で、確かに今おっしゃるというのは、それは何を見せてるかといったら、うん、自分のその素材の良さっていう、天性の素晴らしさを訴えてる、うんうん、出してるわけですけども、うん、でも同時にそれはあの、うん、今言ってる宝石店ですから、ね、うん、宝石が磨きをかけるわけで、うん、今言ってるその素材に磨きをかけるという作業が止まっているわけですから、うん、それ自身もその自分でやる営みではあるわけですよね、うんうん、ですからその素材の良さを訴えて主張するというだけじゃなくて、うん、いや自分がそれを磨く、その磨く技術というもの、うん、それも同時にそれでアピールしているという、うん、ここじゃ職人的魂というか何か証明しなきゃいけないの衝動というのはあるんですか。あるでしょうね。すごい、そういうおっしゃる通り、まさに衝動的にもうそれをやらざるを得ない、うん、自分にそうやって何かいいものを持ってるっていう確信があって、うんうんうん、それを磨いて、うん、こうじゃあ人に訴える、うんうん、私はこうだよ、俺ってこうだよと、こうそれを出してアピールしていくと、うんうん、じゃあもともと備わってるものがあるってことですよね。ですね。備わってるってその天性の素晴らしさですね。天性の素晴らしさね、はい、ここ天性の素晴らしさっていうのは鈴木さんの火星があるらしいんですけれども、はい、この辺は私の火星の素数でございますが、鈴木ご隠居の天性の素晴らしさって何なんですか。何なんでしょうねやっぱりそれ言いますと、火星ハウスでいうとどこでしたっけ。樹質ですね。あ、樹質か。私はほとんどは樹質ですよ、ね、なんで証明できないんだろうねと思うんだけどだって火星、太陽、あとヘッドですか。あと何あったっけ。水星。水星もあって、オーバーロードしててなんでみたいな。なんでですかね。ほんと苛立たしいんですけれども。水星は手前です。いや、水星手前です。もうなんかね、多分ね、鈴木さんのことね、ツイッターとかで関わってきちゃってる人たちは、なんでって思いがすっごいあると思うんですよね。これ本人ではどう思いますか。もう一回聞きますけど、なんでっていうのはどういう打ち出せてないのみたいな。
ツイッターで知っている、うん、私のこと知ってる人でしょ。そうですね、鈴木さんのことツイッター、まあみんなツイッターで知ったんだけれどもいや今私たちはそうですけど、そうですけどね、皆さんね、関わってきてくれてる人たちはね、なんかなんでだろうなって思ってる人多いと思うんですよね。この人何くすぶってんのみたいな、うん、そう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 、10室だからか、しかも、ね、もう火星期終わっちゃったでしょ、ちょうど終わっちゃいました木星期に入りますよね、うん、これからね、うん、あ、これから、うん、去年でしたっけ、45歳だから、まあ、うん、まあ、去年あたりが今年からかっていう、ね、木星どこでしたっけ、うん、その隣の11の神です。11の神、ここはスペクトル土星か、土星で、土星どこだっけ、土星が8室ですね、か、あ、こうですか、そうやって、8室の土星はちょっときついですね、もう重たいですよ、それ重いね、クソ真面目さしか出てこない、その私は8室なんで、もう一つはね、ある種のね、リビドーの変な現れ方、うん、それもあるでしょう、こだわりが何かこうありすぎちゃって、変にごじれちゃって複雑骨折化してるみたいな、うん、基本は抑制ですよね、抑制ですよね、うん、この抑制があるからここが生かされないのかなってちょっと思ったりするんですけどね、間に受出をするんですか、うん、それ一番生かされてないのはそれスクエアになってるんだから木星の方じゃないですか、うん、あ、こっち、うん、そことそこがスクエアであるっていうことで、だからその、うん、発展に対して歯止めをかけているとか、うん、あ、ここだね、でもまああれですよね、火星があるからにはこういうふうな磨きをかけてっていう衝動はあるわけですよね、うん、そういったのがありますね、それが社会的技術に対して行われてると、うん、で、うん、今そういう質問だったはずなのになんか途中でずれちゃいましたね、言いますと、うん、だから火星っていうことにさらにじゃ特化して言えば、うん、私もそうですけども、うん、北原さんもまあ体重に近いっていうことで同じなんですが、うん、火星の対極にオポジションとして関与されるわけですね、私はその、うん、このポポの軸が、うん、まあ、自分の音楽とか先生術とか諸々の才能の原動の源泉だと思っていましてですね、良質源泉が重質にこう行う、うん、それがまず何も、うん、まずもって何においてもそうだなと思っているので、じゃあそれが、うん、そういう意味でその火星がこの、うん、本石って度数なんだから、うん、でそういった音楽的な感性なり才能なり、うん、先生術の技術になったり、うん、まあ、それは楽器演奏の技術でもいいし、あ、だから天使のものを持ってるってことだもんね、うん、それらについてどんだけ自分が錬磨をかけていくかっていう、うん、ね、それ鍛錬を加えて、うん、でもってね、あの練習を重ね、いろいろ修行をして頑張ってっていうのと、その鍛錬が長すぎてしませんかみたいな気がするんですけど、そろそろいいんでないのみたいな、ね、でそれをやってるとあの腐っちゃうんですかね、うん、だからワインもね、古くなりすぎて遅になっちゃうんですから、そろそろね、いや、なんつったってあの宝石ですからね、宝石ですからね、粘磨しないとね、磨いて磨いて、あの、うん、それ磨ったら傷つく、うん、あ、傷つかない限り腐らないですから ね、はい、ね、そうそう簡単に傷つけられるほど柔な石じゃないと思うんで、と思いますけど ね、ここお客さん見てるとね、やっぱりね、はい、石関連というかパワーストーン好きだったりねする人も多いんですよ、あんまり鈴木さんはあんまり興味ないですか、この辺り、それだったら宝石自体は好きですよ、うん、あ、なるほどね、うん、石、まあ石、パーストン的なものはそんなに、パーストン、クズ石だとグッとこないけど、でも質のいいものを見るとやっぱりそれなりの力っていうのはありますよね、うん、まああるでしょうね、私カルティエって言ったらお弁当箱みたいなエメラルド見ましたよ、それ見たらもうね、自分でパーストン作る気なくなっちゃったんですよね、うん、ミステリーセッティングもできないし、まあ、やっぱそうでしょう、ね、宝石はいいと思いますよ、いいよね、うん、っていうか、まあそういうふうにこう積み上げられたものとか、あの、錬磨されたものがやっぱり興味の中にも入ってくるのかな、自分もね、そうでしょうね、うん、あの、じゃあ実際にあの宝石に携わっているような方っていうのお客様でいらっしゃいました、うん、いましたね、あのジュエリーのデザイナーの方もいましたし、 あとはね、ちょっとハイブランドのショップにお勤めの方とか、うん、そういう方はいますよね、うん、だからやっぱりこれ技術に対するこだわりとか偏愛みたいなもので出るのかな、うん、それはあるでしょうね、技術をどうやって、うん、
どうせ磨いていくかっていうことについての技術、うん、技術へのこだわり。そうだね。だから宝石って出てたからちょっと宝石が行くんではなくて、うん、またカルティとかそういうのが体現してるようなこういうものに惹かれていったらたまたま宝石屋だったりとかね。だと思うんですけど、あるいはあの私の場合だったら一流の音楽である、うん、一流の音楽であると、ね、一流の一流のノイズの音楽、高い技術の音楽、あ高い技術のね私ノイズ分からなかったんだけど、ノイズの中でも高い技術低い技術ってそうありますよねノイズ音楽だけじゃないですよ、それは、そうそうですよ、うん、そうだね、あのあのさっきのほら、はい、15度あたりから、うん、10年だ、20度あたりからの、はい、うん、あれですよ、うん、あ、ここか、あの20度あたりから、うん、まあ、あたりでの、うん、あの、ブリティッシュプログレの大物がゾロ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 並んでいた、うんうん、あ、そっか、プログレ25度ぐらいかな、そのちょっと前から、うん、たちが多かったですよね、20度、でもってっていうようなところがあったというのがありますね、うん、あ、それ話してなかったのかまあいいや、うん、これはないですね、ね、やっぱ音楽家とか、まあ、その技術を、まあ、元に気づかれてる人が多いってことですね、この辺りは、うん、あ、そっか、人を言ってないから、じゃあ人をじゃあ出ていただきましょうか、はい、ここで、じゃあどうなったでしょうかこの23のどういう人がいるかなっていうところで、うんうん、じゃあ、うん、ね、豊さだけで言うとね、マリア・テレジアってあのマリアントワネットのお母さんですか。ですね。うん、この人社交界とかなんかそのなんだっけ、あの料理のお作法とかいろんなものをまああれですよね、ルールを作ったみたいな感じの人ですね。アイスクリームを早くらせたりね。うん、だからまあ言ってみると個人の価値の証明がどこに出たかわからないんだけども、うん、文化とか自分の国、オーストリアでしたっけ、うん、を、オーストリアはちっちゃい国だから、うん、文化レベルとか、まあ、国のなんとかなプライドみたいなものを周りに証明しないと残れなかったと思うんですよね、うんうん、そういうのを色に根回ししてうまく扱った人なんじゃないかなと思います、うんうん、よくわかりました、前説、前説で、あとは鈴木さんが語りたいグラビアクイーンのあたりをおっしゃってください。例えばこのドスで、うんうん、井上和香さんとか、うん、はいはい、あと熊田陽子さん、あ、熊田陽子さんもそうですね、ですね、うん、まあ、そういう意味では本当にねこのドスらしいっちゃらしいところがよく出てると思うんですね、うん、素材の良さというね、まあ、自分の美貌というものがそもそもあって、うん、でもってそれに加えて、うん、じゃあこういろいろダイエットをするとか、うん、メイクを覚えるとかこっち見んなみたいななんすか私今こっち見てるんですよダイエット、ね、原稿読んでるんですよ原稿あとは何ですかメイクとかダイエットとかメイクとか、そういったものを重ねていってこう、ね、自分の体に磨きをかけていって、うん、まあ、それを商品として人様の前で見せるというわけですけれどもね、努力をされてるってことですかね、まあ、そうでしょうね、うん、まあ、熊猫さんはもうやりすぎてなんかほとんど細胞化してるようなところもありますけどね、整形はしちゃってるのかな、整形なんかちょろっといじってるのかもしれないですね、っていうのもありますけど、元々の素材はやっぱりよろしいんですね、うん、そうでしょうね、井上和香なんていうのはなんか私もちょっとグッとくるものがあって、これが何なのかはよくわからないんですけれども、うん、同じ牛だからかですね、うん、っていうのもあるでしょうね、なるほどね、熊田さんにはないですか、ないですね、なんかわかんない、なんでだろう、なんか熊じゃなくて脳になってますそれ熊は下って脳田陽子っていうね、AV 女優がいる、あ、いるんですか、あのパチモノ、余分な情報はいらないですそっくりさん女優でね、じゃあね、こういうグラビアクイーンたちも宝石店的な技術っていうか、まあ、体が技術ってものは、いやいや、だから素材ですね、素材が技術だってことは、体のその素材の良さ、うん、美貌というものを、うん、その技術によって非常に磨いていって、うん、でそれを合わせて訴えて主張しているというようなね、あとスティービー・ワンダーとかデニス・ロッドマンもそうだけれども、これも技術の何て言うかな、まあ、積み重ね、うん、まあそうでしょうね。